えー、おすすめビルド第2弾インサイドですと今日はねデッチが来てるのではい挨拶挨拶はいデッチで,す,、はい、デッチですというねこのビルドの特徴はある程度パスがさばけてボールが持っているようにしつつそこがポイントじゃないとまず3ポイント90じゃなかった8685とね86の違い何なのかって あのー、表示にね30っていうのがつくかどうか86でつくからまあこれついてればね相手が警戒しだすんでこれおすすめで次にポストコントロールはこのショートレンジ88でドリームシェイク紫でそれからポストコントロール90でこれ見てくださいいろいろドリームシェイクつくでマニーよりも俺が気になるのこのパックダウンパニッシャー紫これうんここ だからまあ、ドリームシェイクいらないよって人は89で止めとく。で、体の強さもね、ここポイントが。パクダンパニッシャーが95が、これ紫なんで、ここポイントですと。あとは、ディフェンスリバウンドは84度目で、84でね、自分取れるんで、あのボックスアウトビースト紫あれば。で、ポイントはやっぱオフェンスリバウンド99、ここ。うん。なぜ99にしたのか、うん、ひょっとしたら83でよかったかもなぁ。 うーん83でよかったかも。まあ、まあまあまあ、99あればね、オフェンスリバウンド合戦いけるんでと。あと、インテリアディフェンスは怒りのために92あ、77と、それからブロック92。うん。で、ペリメーターディフェンスはこれね、上げれるだけ上げとかんと、守備がね、ちょっと詰まるので、ということで、ちょっと仕様を見ていきましょう。ミドルシュートは上げてません。まあ、できることはリムプロテクター、それからリバウンド、オフェンスリバウンド、コム。 で、それから、インサイドプレイで、最後、スリーポイントシュートを一応見た目だけ打てるという形で。こういうビルドですと。えー、じゃあ見ていきましょう。相手誰だポルジンギスだ。ポルジンギス相手にポストプレイが通用するようだったら OK。一応動きもね、それなりに動ける。ただこれね、あの、ペリメーターディフェンス、フットカウント、ここまで動けないから。で、一応ボールもね、それなりに持てる。それなりに。 こんな感じ。ちっこいの相手だと、こんな感じに。うん。まあ、それよりも何よりも、んちょっと待って。ああ、ポルちゃんいるね。はいはいあ。ちょっとポストプレイ見ていきましょうか。なんで俺返した今。うん。こんな感じ。結構いけるっしょ、ポルちゃん相手にも。 ということでね、ドリームシェイクをガンガン使っていきながら、パックダウンパニッシャーでガンガン押していきましょうと。ポルちゃんね、体の強さ多分90ないと思う。70代じゃないかな、ポルちゃんは。だから、例えばルーディー・ゴフェアね。あの人もね、70代だったはず。多分。90代あるセンターって今誰かいいのかなエンビードぐらいかな。うん。で、リバウンドも取れる。で、パス。で、ここら辺でね。はい。さあ、行ってみましょう。 んこれね、こうやって、こちょ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 やるだけで、たまーにドリームシェイクで引っかかってくれるんだけど、今回は引っかかってくれなかった。まあまあ、ポールちゃんなんでね、今外したんだけど、ということで皆さん、これ使ってみてください。